ではアーリングフォーベロンギングっていうんですかね、憧れているのはビーロングの ING 所属だと、はい、ある程度の安全性を求める希望の中で、ガーディアンはいくつかの社会的市民的団体に加入しがちであると、そのような団体でのメンバーシップの地位を維持することは SJ の性格にとって基本的なことである。ガーディアンが実際に属したいと切望しており、毎日メンバーであることを確認する必要があると言っても過言ではないと。このためガーディアンは他の人たちよりはるかに自分たちが使える機関の社会的な腕を作り育てている。教会補助組織 PTA、 地域奉仕クラブ、仲間意識、行政組織や政治組織、専門家組織などである。シンクレア・ルイスの細部にわたって観察したガーディアン的なビジネスマンジョーズ・パピットは、長老派教会や商工会議所だけでなく、エルクス友愛保護協会、ブースターズクラブの副会長であるあり、州の不動産委員会の委員も務めていると。ルイスはパピットのさまざまな会員資格が忠誠心と重要性を感じさせ、目立つ市民であると述べており、職業とコミュニティの両面で尊重されている。この所属して長いこと、そこに何て言うんだろう、使命感を持って属することができるっていう能力は、それが SJ だとすると、まあこのカーシア博士が、まあ、これ僕の話ばっかりしてすいません、はいはい、NF との比較の中で、はい、NF はそういうところに所属するが、はい、長くは持たないって言ってるんですね、はいはいはい、飽きちゃうと、はい、違うと思うと、うん、なんかまあコツコツな感じはするじゃないですか。町内会とかですよね、 PTA とか町内会とか、なんかのボランティア団体とか、ね、はいはいはい、でなんかそう目立たないことをコツ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 やり続けて地域のためにみたいな、それは、はい、NF こそなんか人類のためにとかやりそうじゃないですか。いやそれは、はい、言い出しっぺは気持ちいいと思うんですよ、はいはい、そこに属してってなると、はい、飽きるんじゃないかなって、はい、いやその中でだから重要なポジションが得られるとかね、そのなんか NF はもっと空想的な感じがするじゃないですか。実際的じゃなくてもっと人類のためにみたいな、実際的ななんかの地域活動とかっていうよりは、町内でとかっていうよりも、ね、よりはなんかもっと大きなこと言ってるみたいな、地球環境を大きな、はい、それをやらねばみたいなことは言ってそうですよね、はい、エコがとか言って、なんか環境がとか言っていうことを言いそうじゃないですか。僕は言いませんけど、まあ、例えばですよ、なんか大きなことを、はい、これをね、なんかね本気で捉えられるとちょっと困っちゃうんですけど、ね、はい、はい、うん、なんでまあこういうところで、まあ、自分がしっくりくるかっていうところなのかなとは思うんですけど、はい、うん、SJ の人はこういうところにしっくりくるんですかね。ああ、なんか所属してなんか長いことやっているなとか、はい、まあ、憧れですからね、所属したいって思ってるんじゃないですか。むしろ所属したい団体、はい、ああ所属したい団体、はい、でちょっとこの比較で見ると憧れ、まあ、なんかアイデアリストでロマンスって書かれてもちょっとピンとこないですねロマンスに憧れてる、ロマンスの意味を調べますと、空想的で大衆向けの小説、特に恋愛小説を指すとまあロマンスですよ。このカーシーの説明がどう来るかにはよりますけど、はいはい、大事なのはロマンスです、はい、愛が重要、あ、愛って言ってますもんね、はい、今日も愛しかないですよ、はい、愛に憧れてるんですか、はい、SJ の父はボランティア大好きだと、ああそうなんや、台風の時震災の時いつも行くし、流行りみたいな感じではなく最後の一人になるまで続けるような感じですと、うん、そして父は80ですがテニスサークルに入って楽しんでますと、ああすごい、このボランティアとかやったことないですもんね、極力どう逃げるかじゃないですか。体調は申し訳ないけど想像はできないです、はいはい、
で、シーキングセキュリティ、追求するのは安全だと。安全。アーティスト、これはアーティザンの話ですね、はい、SP が感覚追求型パーソナリティで、アイデアリストがアイデンティティ追求型パーソナリティで、レーショナル、NT ですね、はい、が知識追求型パーソナリティである一方、ガーディアンはこれらの追求にほとんど関心がないと言っても過言ではないと、うん、SJ の懸念は感覚アイデンティティ知識よりももっと切迫したものであると、はい、なぜなら生きることの危険性について他のタイプよりも意識が高いからである、うん、結局のところガーディアンとは何か、それは最悪の事態に備えて見張りを立て安全とセキュリティの管理をする人であると、うんうん、本当ですかね、そんな人いるんですね。まあ、それが心配だって話ですよね。規則がっていうのも秩序が何より大切だって感じじゃないですか、自分の身を守るためには。一人でも守らないやつがいると、はい、自分も危ないってことですね。みんなルール守らなくなったらやばいよねみたいな、この国はみたいな。あ、でも言ってることは真っ当ですよね、はい、なんでみんなその言うこと聞かないんですかね。それは自由が大事だからですよとかこう、例えばこれ安全じゃないですか、ガーディアンは安全が大切、はい、だけどこう NT の人はこう知識が大切なわけですよね。これをこうやったらもっと効率よくなるのにみたいな。そうですね、効率よくするために危険なんか犯せるかみたいな感じじゃないですか、うん、今問題なく回ってるのにみたいな、はい、そういう感じですよね、ガーディアンで。ガーディアンたちは、はい、私たちの周りに待ち構える危険を他の誰よりよく知っていますと。財産は失われるか盗まれる可能性があります。健康は損なわれるかもしれません、はい、人間関係は破綻するかもしれません、はい、世界は手押し車で地獄に向かっているのかもしれません、はい、おそらくそれがなぜ彼らが制度にそんなに信頼を置くのかっていうことかもしれません。それが、彼らのその姿勢は制度になぜそんなに信頼を置いているかっていうと、まあ、そういったことが防げるから、うん、制度は混沌の世界の中で安全の要塞であり、 SJ はそれを確立し世話をし永続させることに自分自身を捧げています。テキサスのある社会福祉士が公共の制度を擁護し、自身をガーディアンが頻繁に使用する有罪と無罪、良いと悪い、責任説明の用語で表現しているので、これを見てみましょうと。引用ですね。人々が制度につながっていることは重要です。家族が重要だから保守的というなら、私は有罪と認めます。教会が重要だから保守的だというなら、私は有罪と認めます。コミュニティが重要だから保守的だというなら、私は有罪と認めます。公共の学校が機能すると思うから保守的だと思うなら、私は有罪と認めます。私たちは人々が単独で善であることを頼ってはいけません。彼らは制度を通じて参加し、人々を責任に追い込み、特定の価値観を教える必要があります。ちょっと若干訳が甘かったら申し訳ありません。はい、まあ、学校教育みたいな感じですよね。これが正しいみたいな、みんなそっちに向かいましょうみたいな。まあ、今は分かんないですけど、はい、僕たちの子供の時の学校教育ってそんな感じじゃないですか。そんな感じでしたね。はいはい、変なことしちゃいけませんみたいな。ちゃんとしなさいはよく言われましたね。はいはい、ガーディアンは社会の守護者の役割に引き寄せられるようであり、人生の不安に立ち向かい、自分自身及び他者を損失、敗北、失望から守る方法を模索しています。また多くのガーディアンは人間の本性の無責任さに対する懸念も抱いています。したがって安全志向の個性としてガーディアンを考え、
危険で不安定な世界において安全に関する深刻な懸念を持つことは喜ばしいことでしょう。慎重になる方がいいといった言葉が安全志向者からよく聞かれ、それは正当なものですと。なるほど、はい、いや自分もなんか心配性については自信があるんですけど、はいはい、多分なんて言うんだろう、プレイはしないんですよね。プレイはしない。それに対して、はい、その心配を守るためだけに、はい、これをしなきゃとか、はいはいはい、心配心配どうしよう、あ、はいはいはい、頭の中で引き寄せだとか、はい、そっちに流れるよなと思うんですよね、はいはい、うん、まあ、この人は心配心配って言って、じゃあルール守るみたいな感じですもんね。で実際に動く人たちじゃないですか、はいはい、S っぽい感じですよね。あ、はい、空想には頼らないんですね。はい、現実じゃないですか。ごまかせるじゃないですか。ごまかしたくないんですもんね。きっといいことを起きるかもじゃないですかって思うのが不安なんじゃないですか。で思ったことは本当になるよじゃないですか。はい、で思えると楽じゃないですか。楽ですね、はい、でそれが思えないんじゃないですか、ちゃんと積み上げなければ。はい、はい、でみんなもちゃんと守るべきだって思ってるんですよね。必要でない規則とルールに疑問を感じますと。はい、それはまあ僕も感じます。まあそれは SJ の人も感じるんじゃないですかねって思うんですけどね。でも SJ の人は必要なくても変えたらトラブル起こるかもしれないじゃないですか、変えることで。セキュリティなので、はい、こう安全性が守られてるならもう下手な波風立てないみたいなのはあるんじゃないかな。でもそれは体調もありますよね。高速はある程度守るわけじゃないですか。はい、それはまあなんていうのかな、自分自身のですよね。これ以上、ま、破ると自分自身に不利益が来るから守るみたいな。あ、そっかそっか、はい、でこのなんか高速を変えるみたいな、はいはい、規則を変えるみたいなのは僕思ったことないですからね。そうですよね、はい、そんな七面倒くさいことね。そんな面倒くさいことしたくないけど、この人たちは変えるってことに対して抵抗があるわけじゃないですか。変えるとなんか問題が起こるかもしれない。はい、今とりあえずなんか必要ないように見えても問題が起きてなきゃそれでいいじゃんみたいな。なんかね、ちょっとね、言ってることは分かるけどねって思うんですよ。はい、分かりますよ、はい、あ、それはまあ分かるんですね、言ってることは。僕はだってルール守らない側ですからね。あ、言ってることが分かるっていうのは SJ の言ってることも分かる。 SJ の言ってることを理解はする。僕が守るかどうかは僕が決めるみたいな感じなんで、なのでまあ無責任なんですよ。あ、はい、っていう自覚がある。言ってることは分かるんだけどねって、うん、NT も心配性だけど出なければならない思考はしないという、あ、だから衝突するんだろうと。まあ NT じゃない、 SJ は現状維持じゃないですか。現状維持こそ最優先、まあまあ、もしくは今出来上がってるルール、はいはい、でそれをもうなるべく現状維持させようみたいな。あいつらさ変えよう変えようで来るじゃないですか。あいつらって NT のこと言ってますね。はい、あいつらは変えよう前提で来やがるじゃないですか。変えよう前提できます。なのでぶつかるんだと思うんですよ SJ と。そこはちょっと気に食わんとこでは、はい、まず認めてくれよって、はい、とか SJ かどうか分かんないんですけど、はいはいはい、ぶつかるんでしょうね、うん。